祭り後、瀬戸内海の島の春、いつもならばもう桜の花も咲こうという季節なのに、その年はいつまでも寒さが続きました。ある夜、樽屋の十吉さんとこの若いお嫁さんはランプの火の下で針仕事をしていました。もうすぐ赤ちゃんが生まれるので、その支度をしているのです。膝のぐるりには赤い産着や白い小さな襦袢がいくつも並んでいます。そばのこたつの中では、おばあさんがじっと様子を眺めながら、時々その小さな着物を手に取ってはニコニコしていました。その時です。どこからか変な物音が伝わってきました。おばあさんもお嫁さんも一緒にその物音に気づいて顔を見合わせました。はて、何でしょう。耳を傾けると、音は確かにお隣の荒神様の森の方から聞こえてくるようです。ボンボンというようでもあれば、ボサッボサッというふうにも聞こえます。ボンボンと二つ続いたり、ボンと一つで消えたり、めったに三つは続きませんが、不思議な物音は時々間を置いて伝わってきます。まさかタヌキでもあるまいなあ、とつぶやくおばあさんの言葉に、お嫁さんはかえってそれがタヌキででもあるように思えて恐ろしくなったのか、急におはりの手をやめて、おばあさんのこたつの中へ入っていきました。ボンボンと音はなおも聞こえます。お嫁さんはそっと柱時計を見上げました。まだ8時です。村の醤油会社の樽屋さんである十吉さんが夜行から帰ってくるにはまだ2時間もあります。お母さん、入り口に鍵をかけましょうか。お嫁さんの声は震えています。おばあさんはそれを励ますように、あはははっと笑って、何の私が見届けてこうと立ち上がって、提灯に火を入れました。そうなるとお嫁さんも元気を出して、おばあさんの後に続きました。おー寒いと言いながら戸を開けると、外は提灯の明かりがわからないほどに明るい、いざよいの月が春の夜らしくもなく照り輝いていて、荒神様の黒い杉の木立がくっきりとしています。二人は肩を並べて荒神様の石段を上がっていきました。静かな静かな夜の空気を伝って、ボンボンと音はなおも響いてきます。そしてだんだん近づくにつれ、子供らしい人声さえ聞こえました。石段を上がりきると、そこから一目でわかる拝殿前の空き地で、二人の子供が風船をついて遊んでいるではありませんか。
おばあさんとお嫁さんは、まあというように黙って顔を見合わせ、そっと石灯籠の脇に身を寄せて見ていますと、それとも知らぬ子供は黒い影帽子と一緒に飛んだり跳ねたりして風船を追いかけ、失敗するたびにひそやかな声で笑い合っているのです。その声で、それはトシと千吉という子供の乞食であることが分かりました。トシたち兄弟はつい近頃父親に連れられて他国からこの島へ渡ってきたのでしたが、日雇い稼ぎの父親に突然死なれてしまって以来、二人はお腹がすくと人の家の軒に立ち、おばさん、飯を呼んどくれと哀れみをこうては、ふかしいものを冷めたのや、ある時は腐りかけたようなご飯をもらって、その日その日を送っているのでした。村から村へ、里から里へ、二人は人の情けを探して歩きました。神社の軒下や浜の漁船の陰に抱き合って寝ている姿を見かけると、村の人々は哀れに思っては食べ物を与えていたわってやるのでしたが、男の子供たちはそんな二人の姿を見つけると、こじきの子、こじきの子と、まるでマムシでも見つけたように遠巻きにして石を投げつけるし、女の子は唾を吐いて駆け出しました。それはトシや千吉が赤にまみれて汚いからです。けれどトシや千吉にすれば、好きで赤をつけているのでもなければ、人の情けにすがって食を求めるのも他に手立てがないからです。しかし村の子供たちは、そんな都市たちの事情を考える者は一人もないらしく、まるで乞食が天から降ってきたように珍しがり、そしていじめるのでした。初めの間、都市たちはただめそめそ泣いていましたが、度重なるうちに泣くことを忘れてしまいました。いいえ、忘れたのではなく、泣くことを我慢できるようになったのです。泣きたいとき、二人はじっと寄り添って何も知らないふりをして、子供たちが早く自分のそばを通り過ぎてくれるのを待ちました。トシは八つで、千吉は七つなのです。そんなトシたちにも楽しいことが一つありました。それは山へ行って椿の花やツツジの枝を折ってきて、新しい仏様のある家へ持っていくことです。するとそこではご飯をごちそうしてくれたり、一銭二銭をくれたりします。二人はそのお金でお菓子やみかんを買って食べました。時にはおもちゃを買ったりもしました。今日はそのお金で風船を買ったのでしょう。そして昼間はそれを懐に入れて、村の子供の目の届かないところにうずくまっていたのでしょう。そうして今は二人をいじめる誰もいない荒人様で、安心して遊んでいるのに違いありません。樽屋のおばあさんはそっとお嫁さんの袖を引き、戻りかけようとしましたが、その時トシたちのつく風船がこちらの方へ飛んできました。それと一緒にトシたちの方でも灯籠の陰に人のいるのに気づき、急にぼそっとした姿になり、まるで悪いことをしていたのを見つかりでもしたかのように、おどおどとお堂の方に身を寄せていくのでした。おばあさんはかわいそうになり、
さも何気ない声で言葉をかけました。どちらか遊びよんのか、明日はご飯をあげるせに取りにおいで。そして神様の前まで進み、そこからうやうやしく荒神様に頭を下げて、また石段を降りていきました。風船をつく音はもう聞こえてきませんでした。やがてある日のこと、日当たりの良い樽屋の納屋の前にむしろを敷き、トシと千吉はそこに座らされていました。お前たちは今日からもう小敷じゃないのじゃぞ。うちの子じゃわかったな。助けをかけた樽屋のおばあさんは、千吉のぼうぼうと伸びた頭にバリカンをかけながら、並んでお嫁さんに髪を刈ってもらっているトシと二人に言い聞かせるのでした。だからもう山で花を折ってこいでも、うちでよう言うことを聞いたら腹いっぱいご飯を食べさせてやる。それを聞くと千吉は目を輝かして、おばあさん、言うことを聞くだけで飯を食わしてくれるんかと念を押すように聞き返しました。そうともそうとも、言うことをよう聞いたら学校にもやってやる。ほんまか、学校もやってくれるんか。あまりの嬉しさに千吉は思わず大声を出し、おばあさんの顔を見上げたので、バルカンに挟まった髪の毛が引きつれて、思わず、あ、いたと叫びました。おばあさんもお嫁さんも、はっはと笑いましたが、トシだけは心配そうな顔で、せん、おとなしいにしとれ、と弟をたしなめました。トシだとて、千吉と同じようにうれしいのですが、あんまり大きな声で喜んでは、もしや叱られはしまいかと、じっとおとなしくしているのです。これまでだってトシは、子守くらいはできるはずだし、それを口にした人もあったのですが、結局誰も二人を構いつけてくれなかったのは、小さい千吉がいるからでした。それは小さい都市に子守をさせるのはまだよいとして、千吉にまでご飯を食べさせていたのでは困るという人々の考えであったかもしれません。都市や千吉にも身寄りの者がいるには違いないのですが、父親が死んだ時すら誰一人来る者もなかったほどで、生まれは搾州ということのほか、誰も都市たちの身元を知っている者はありませんでした。都市たちにしても、自分たちが搾州のどこで生まれたのか、搾州という国がどこなのかさえ知らないのでした。ただおぼろげに父親から聞かされて覚えているのは、亡くなった母の位牌を持って親子三人でこの島へお遍路に渡ってきたことと、そのまま島へ住み着いたことと、それだけでした。父親に亡くなられてから1年近く、その間に二人はすっかり小敷の子になってしまいました。その二人を今日から樽屋の家で引き取って育てようというのです。トシはやがて生まれてくる赤ん坊のお守りのために、千吉はゆくゆくは樽屋の弟子になるために、さあきれいになったぞ。おばあさんは千吉の頭を刈り終えて、はたはたと手ぬぐいで首の周りを払ってやりました。トシも同じように
男の子のような頭になっていました。それから二人は風呂に入れられ、古着ではあるが、さっぱりとした綿入れの着物と着替えさせられました。二人は寒そうに首を縮めて、うさぎのように両手を小脇に当て、ただなんとなくそわそわしながら、おばあさんやお嫁さんの後に付き回って、その日は暮れました。夜、初めて畳のある部屋に寝かされると、二人は勝手が違ったようで、いつまでも寝つかれませんでした。そこは物置場の一部屋で、樽や桶を作るクレが、いげたや八角に組んで、そこらいっぱいに積み重ねてあるその片隅に二畳だけ畳を敷いてあるのです。それでも二人にとっては天国のように居心地の良い部屋でありました。枕元には窓があり、窓には戸があることさえも嬉しかったのです。二人は変わる変わる窓を開けたり閉めたりして、夜空を眺めました。神社の軒下や漁船の陰で見た星が、やはり同じように美しく輝いています。ねえよ、気色がええな。ほんまに明日も明後日も飯が食えるんか？おう、言うことよう聞こうでな。うん、言うことってどんなことじゃろうな。二人はそんなことを言い合いました。そして次の朝、起こされて寝床を離れると、まず顔を洗うことから言うことを聞き始め、時計の針を見て、三度のご飯を食べる幸せを知りました。おばあさんやお嫁さんは目を離さずに、二人にいろんなことを言い聞かせ、そしていろんな用事を言いつけました。当時、畑で大根を3本とネギを5本抜いてこい。うん。トシは用事を言いつけられることがうれしくて、うっかりうんと返事をして駆け出そうとすると、うんじゃない、はいと言わんか、とおばあさんにたしなめられました。はい、大きく返事をして畑へ駆け出します。すると千吉は今度は自分の番だというようにおばあさんの顔を見てじっと言うことを聞こうと待ち構えています。千吉はな、蔵へ行って親方にご飯ができました言うてこい。うん。ほらまた。はい、大きな声で答えて千吉も仕事場へ駆け出します。蔵の仕事場では、大勢の樽屋の弟子たちが、親方と一緒に樽をたたいたり、竹の輪を作ったりしていました。トシや千吉も、その弟子たちと同じように、親方と呼び、お嫁さんのことを、姉さんと言いました。姉さんは男の子を産み、トシは手拭いで頭を縛って、子守をするようになりました。千吉は仕事場と家との間を一日中駆け回りました。やがて秋祭りが近づき、二人は祭り子を作ってもらいました。祭り子というのはベベのことかいの。お祭り着のことを祭り子というのを千吉もトシも初めて知ったのです。新しい木綿縞の着物を見て驚いてそういうのにはみんなが笑い出しました。お祭りの日、二人は生まれて初めて新しい着物を着、五銭のお小遣いをもらって氏神様へ出かけました。姉さんにお束小盆に紙を結ってもらったトシの頭には赤いカノコがチラチラしていました。
年よりもずっと小さく見える千吉は、腰上げのたくさんある着物を着てニコニコしていました。氏神様の境内をうずめる人の群れ、太鼓の練り回る町を流れる人の波に揉まれながら、都市は自分たち兄弟がこの太鼓の町で際立ってきれいであるように思いました。二人は手を引いて日が暮れるまで遊びほうけて帰りました。次の日の朝、二人がまた祭り子を着て起きてくると、それを見たおばあさんは、普段の日祭り子を着る者は祭りや旗日には乞食の着物を着にゃならん。二人は大急ぎで普段着と着替えました。そしておばあさんに聞いてみました。今度祭りを着るのはいつじゃろに。おばあさんはニコニコ笑って、お正月じゃと言いながら、二人の着物のほこりを払って日に干しに行きました。その夜、トシと千吉は寝間の中で話し合いました。ねえ、お正月はいつじゃろな。まだ行三年ならんといや。ふーん、百ほどか。うん、百ほどじゃ。百ってどれくらいじゃろな。明日の明日の明日のその明日のもっともっとずっと明日じゃ。そうか、はよ正月が来るとええな。はよ年か、寝たら明日が来るぞ。うん。二人は一つでも眠って早くお正月が来るようにと祈る気持ちで目をつむりました。まぶたの裏の遠い遠い海の向こうの方から、お正月が祭り子を抱えてだんだん二人の方へ近づいてくることを考えながら、